旧大国家住宅は、岡山県和家郡和家町にある国の重要文化財の民家である。大国家は、元来、大森伊勢を名乗っていた。祖先は、大森新四郎同僚と言い,い、貫川城の城主の弟であったと言われている。同名は、戦国時代末期に和に移り、定住したと伝えられている。江戸時代中期の教皇12年、大森武須賀万亭は、 18歳で運送業を起こした。延長4年に本家より分家し、屋号を後期とし、差し所村に今日構えた。大森家発祥から初代当主、満帝が法歴10年に家屋を新築する頃までの記録については、三代目当主、文介勝江が大森市を描きに書き留めている。歴代当主は家業を営む傍ら、文人仏閣とも信仰を持ち、 地域文化振興の一翼を担った。岡山藩に、運譲金を拠出し、橋を架けたり、貧困者の救済を行うなどの事前事業を行った。幕末、七代目、ブスケ道前が当主であった、安政六年、佐守村の王将や核となった。また、道前の時代に、多く二世を名乗るようになった。ッコ内は、生没年。 大森武助満ま安永い2年に延を4年分家、大森武平茂げる長完成9年、大森文す活営文化13年、大森武志右衛門、森明家英5年天保を4年隠居、大森武すけしげき元年を大森保木、大野宗明大国武助同前明治33年、大国果十郎しげ明治29年主や、大森しお絵えきの記述によれば、大森武助満まが、 宝歴十年に母屋を建造したとある。母屋は上から見ると、ほぼ正方形で、一部に2階を設ける。入り母屋造りの屋根2つを前後に並べ、これらの間を胸が直行する切り妻屋根で連結した、記憶入り母屋造形式の屋根となっており、胸は上から見ると、絵の字型を呈する。屋根は入りもや部分はかやぶきで、切り妻部分は胸がかわらぶきで、 下部はかやぶき、ひさしはかわらぶきとなっている。建造当初は平行する二つの胸の間にトを通して雨水を流していたと大森潮帆がきに記載されている。内部は正半を床上部とし、当半は通り戸まで一部を仕切って小部屋とする。母屋の上手に接して立つ、蔵座式には床、棚付きのおなりの間を設ける。 この部屋は床の間を通常より幅広にしており、違い棚のかまちには、船食い虫に食べさせた穴に古墳を塗り込んだ材を用いる。東側の隣室との境の襖は、正面側に倉敷の文人、井上短期に鶴を描かせ、裏側に四代目当主、木谷が亀を描いている。おなりの間には、鴨型藩主や岡山藩画廊土倉氏などを招待した。 おなりの間の南隣には四畳半の茶室が設けられている。おもや、蔵座敷と表の通りとの間の庭は狭いため、土塀を高く築き、庭に水堀代わりのやや深めの潜水を設けるなどの外敵から品格を守る工夫がなされている。なお、おなりの間、茶室は品格のための部屋であったため、明治以降は家族が立ち入ることは稀であった。 大国家の家屋は仮想の影響を大きく受けており、母屋のど間にあった柱を仮想判断により切り取っている。また、仮想判断を記入した家の見取り図が多数見つかっている。平成12年、岡山県重要文化財に指定された。平成14年、大国家よりは貴重に寄贈。平成16年7月6日、国の重要文化財に指定された。指定対象は、 おもやなど6棟及び宅地で土塀が不指定となっている。得意な屋根形式を持つおもやのほか、蔵などの付属建物や石垣、池などの工作物を含めた屋敷構えが良好に保存されていること、古文書や部材の牧書などにより、各建物の建築年代が明確であること等から、文化財として高く評価されている。ありがとうございます。